カッピンドーラードが発表した34カ所の生物多様性のホットスポットのうちの一つである。カッピンドーラードを使った手工芸品はブラジルのメディアでも頻繁に取り上げられ、ここ数年で高い人気を得ているが、日本国内では入手しにくい。シュミット、IB フィゲレドゥ、IB サンパイオ、MB2007、カッピンドーラード E、ブリーチ、プロクティカスパラガランター A、 サステンテイブリデードドゥアルタザナトーブラジリアパッキー2006年ありがとうございます